どうも、かいさくです。さあ、今日なんですけども、ちょっと緊急で動画を撮らせていただいておりまして、はい、まずはちょっとお詫びの方を申し上げたいと思います。皆様大変申し訳ございません。ちょっと足崩させていただきますね。これどういうことかと言いますとですね、僕らかいさく、チームかいさくっていうのは、火曜日、木曜日、土曜日、日曜日、4本、週4本必ず公開してきたじゃないですか、ね、はい、で今回実はですね、ちょっとメイン企画ですよね、と、いうのをちょっとお休みさせていただこうと思います。これどうしてかと言いますとですね、実は理由が大きく言うと2つね、はい、ありまして、まあ1個は本当は昨日土曜日に出した、まあ、西野さんのプペルですよね、まあ、アフレコ動画昨日公開したんですけど、本当は今日の日曜日に公開する予定だったんですが、もうこれ皆さんも分かってると思いますけども、本日って M1 グランプリ決勝の日じゃないですか、はい、決勝戦、そうそう、そうなんですですよ。で僕の中で、まあ、僕って M1 オタクだったりするんですけど、はい、ちょっと待てよと、この大事な大事な M1 決勝の日に、その相方西野さんとのプペルのアフレコの動画ぶつけるってどうなんかなと、ちょっと思ったのが1個なんですよ、はい、だから昨日ちょっと土曜日にそのプペル動画を流させていただきました、そしてじゃあそもそもその昨日そもそも流すはずだった動画なんですけど、この動画がですね、これまたちょっと奇跡というか、はい、すごい偶然が起きまして、まあ、ある芸人さんに出ていただいたんですけども、はい、そのある芸人さんが、見事本日の M1 グランプリの決勝のファイナリストです。いやすごい、すごい。これね、まあ、びっくりしたのがですね、その昨日その長さだった、ファイナリストさんが来ていただいた動画なんですけども、撮ったのがもう1ヶ月以上前なんですよ、はい、どういうことかっていうと、まだ M1 グランプリの3回戦、まあ、準々決勝が終わった後ぐらいだったの、だからファイナリストになるかどうかなんか分からなかったし、そうですね、そう、そしたらファイナリストになられて、ちょっと待てよと、だったらせっかくだったら、まあ、今日 M1 グランプリあります、はい、明日、月曜日にその動画を公開したいと思います。素晴らしい、楽しみ。どうなるか分からないのよ、現段階では。むちゃくちゃ優勝するかもしれんし、ですよ、めちゃくちゃベベかもしれんし、でもむちゃ分からないから、なんせファイナリストですからね。そうそうそう、その動画をちょっと明日公開したいなと思います、だから楽しみにしてくださった方もいると思うんですよ。やっぱり日曜日にメインの企画が流れると思ってた方がたくさんいると思うんで、その辺をちょっと謝りたいなと思いました、申し訳ございません、で、まあ今年の M1 なんですけども、去年は去年でね、僕安田部と一緒に見て、で小部屋の方でちょっと M1 のことをお話しさせてもらったんですけど、今年もちょっとそれやろうかなと思ってますんで、明日明後日ぐらいにまた動画あげますんで、そちらの方サブチャンネル小部屋よろしくお願いいたします。はい、でですね、実はもう一個、まあ、今日タイトルにも申し訳ございませんってあると思うんですけど、もう一個謝りたいことがありましてですね、M1 前にすみません、ちょっと個人的なことなんですけども、しかもプラスアルファカジサックではなくキングコング梶原の話だったりするんですけども、先日のアメトークに出させていただいたんですけども、そちらの方で、すごい怒られました。すみません、本当に申し訳ございませんね、本当に。そうですね、コメント欄もちらほらね来てました、カジサックのコメント欄にも来てました、ね、ツイッターの方でもいっぱいたくさん来てまして、まあこれ長くなるんで短く説明しますと、結構昔に西野さんに僕がお金を借りていて、それを返さないみたいな下りがあったんですけども、それで結構いろんな方から最低だ、クズだ、猿、赤、バカ、いろいろいただきました、赤バカいただきました、でこれまあ実はね言うとね、まあ昔からね、このなんて言うんだろうな、まあ西野ともね、なんて言うんだろう、空気感でお笑いにしてたんですよ、僕が借りて返さないみたいな。これって実はもうテレビでも何回もこすってるネタだったりするというか、いろんなところでやってたりするんですけども、私解釈もうちょっと分かりました、もう古い。そのノリはもうそのノリ古い。そう、やっぱり今までテレビでそうやって、まあ、ネタというかそういうノリをやった時に、そういうコメントとかっていうのはコメントで、まあ、YouTube やってなかったですけど、こうやってあんまり届かなかったんですよ、今回僕がこうやって、ね、ネットで活動してたら、こんなに来るんだと思ってびっくりして刺さりまくって、もうあ、なるほど、このお金返す返さないのくだり味しないんだなっていうのあったんで、もちろんね、逆に面白かったって言ってくれる人の方が多かったですよ、それはそれはありがとうございますなんですけども、でもあんなに不快な気持ちになる方が多いんだったら、もう今後やめとこうと思って、なるほど、はい、もうめちゃくちゃ返します。はい、めちゃくちゃ返そうかなと思ってて、ちゃんとね、そう、ちゃんと返そうと思ってるんですけども、まあ、返し方は返し方で僕ちょっと素敵なのが思いついたんですよ。なるほど。そうそう、それはね、ちょっとまあ言うて今喋ってることでキングコング梶原の話ですから、はい、実はキングコングで毎週キングコングっていうチャンネルがあるんですけども、それも今日やんか。
あ、公開、毎週日曜日に公開してる、はいはい、毎週キングコングさんのチャンネルがあるんですが、そこでちょっとお話ししようかなと思ってるんで、うん、もし興味ある方はそちらの方をご覧ください。多分本日の10時、22時にアップしますんで、うん、はい、素敵な返し方をしようかなと、はい、まあひょっとしたら西野に断られるかもしれないんですけどどうなるか分かりませんが、はい、そちらの方ちょっともしよかったら見てください、はい、さあとにかく、はい、今日は皆さん M1 グランプリなんですよ。言うてる間に多分始まるんじゃないですか。18時30分からやりますから、はい、芸人さんのものすごい面白いところと、はい、かっこいいところをぜひ皆さん見てください、うん、我々も絶対見ますもんね。絶対見ます。はい、なんか変な感じやけどね、 YouTube やっててテレビ M1 グランプリこの後ですとか言うなんかこんなことになってますけども。いやでも素敵ですよ。そうですよ、これ繋がってるよな。それが解作。そうです、今日はだから解作チャンネルもこの動画これで終わりですから、はい、こっから先はぜひ皆様 M1 グランプリをご覧ください、うん、ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。